たします。三鷹市大沢で、自宅でお野菜を作りながら自分で言ってるんですけど、東京発野菜の収穫体験ができる料理教室っていう名で売っております。やはり地方に行くとあるかもしれないんですけども、東京でお野菜を収穫、お料理教室はもう星の数ほどあります。収穫体験できるところもきっと探せばあると思います。でもその2つを1つにしたのが暮らしのレシピの私でございますので、よろしくお願いいたします。今日もお野菜をたくさん持ってきました。畑で朝採りしましたバジルです。疲れた時にちょっと近くに花を持っていくといい香りがします。電車で今日来た時もこのバジルが揺れるたびに香りがすごく良くて、隣の人に行くようにちょっとなんかわざと動かしながらアロマの香りを送ったんですけれども、その他いろいろとお野菜を用意しておりますので、どうぞよろしくお願いします。また調理の後で、畑のお話だとか、させていただきたいと思いますので、お願いいたします。今日レシピ2枚用意しております。もう夏野菜ということで、空心菜の炒め物もとっても簡単なんですけれども、それと冬瓜とアサリの翡翠と読みます、翡翠煮と読みます。それと今じゃがい我が家で採れたじゃがいもを蒸してありますので、それと一緒にバジルソース&バーニャカウダソースでビールがあると最高かなっていうメニューなんですけど、それはちょっと夜の部に置いといていただきまして、ご紹介させていただきまして、いろいろ採れているお野菜も紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず空心菜なんですけれども、ご存知ですか、このようなアジア原産の札がありますよね。回してもらって大丈夫です。冬になると青菜はいっぱい、小松菜、ほうれん草だとかどんなものでも、ね、全国でと、ね、なんとか作れるんですけれども、夏バテどうしても虫食っちゃうので、東京だと本当に野菜が青菜が取れません。唯一取れるとしたら私モロヘイヤ、モロヘイヤも虫がつきづらいので、モロヘイヤと空心菜よりも意外と種をまくといい具合に発芽してくれて、たくさんもさもさと出てくれるの で根っこから抜かないで切っていただくと、また脇芽からなんとかはエンドレスではないんですけれども、脇芽からまた、芽が出て発芽してくれるので、芽が出てきますので、とっても便利なお野菜です。で葉菜とも呼ばれる、別名あるんですけれども、それと本当今言っていた特徴の管、どうして管があるのかなと思うんですけど、原産がアジアの方のお野菜なんですけども、沼だったり池のそばに自生していたものらしいです。なので水を吸い上げるために、力を持つためによりよく水を持ち上げられるように、管がありがとうございます、管になっています。なので使うときはぜひこのまままず洗ってください。ザクザク切ってから洗うと管に全部水入っちゃって、炒めたらビシャビシャせっかく強火で短時間ってイメージがあるのに、切ってからジャブジャブ洗っちゃうと水っぽくなってしまいますので、もうこの収穫してきたらそのままジャブジャブ洗っていただいて、その後切るようにしてください。で切っていただいたら軸と葉を分けるようにしてください。後ろにやはり軸の方が時間が少しかかってしまいます。でも短時間で炒めたいので、一つのポイント、炒めるときは軸と芯を分ける、切る前に水洗い、これ空心菜のルールなのでぜひ覚えておいてください。で空心菜ですけども、とてもいい葉緑素の緑黄色野菜なんです。カロテンたっぷり、もう夏野菜は全てそうですよね。ビタミン C が多くてカロテンが多くて、鉄分カルシウムもちろんカリウムもっていう形で、もう体にいいものはやはり体が求めている時に野菜ができてるんですよね。で自然とそれを食べるっていう形に出来上がっています。なのであとも冬瓜の話をするんですけど、体をどうするっていうことも言ってきますね。でビタミン E も豊富ですので、ビタミン E が豊富なお野菜は油と相性がとてもいいです。なので炒め
油炒めがよく合います。もちろんあの茹でていただいた和え物にも合いますし、どんなお野菜でもで癖がないですから、お子さんでも、初めての空心菜ってやはりね、けげんそうに初めてのものって受け入れない方多いかもしれないですけど、癖がないので、取り入れやすい食材だと思いますので、夏バテ防止にもなるお野菜で空心菜を炒めます。で食べる前に食前に皆さんで中華鍋ですね、調理場に行っていただいて短時間でパッと炒めるのを皆さんでやっていただこうと思いますので、ご興味があれば。でもちょっとかなり暑いです、厨房は。遠目から見てるだけでも大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。それと女性にも嬉しい鉄分もとても含まれております。食物繊維ももうそうですよね、緑黄色野菜もう自然と太陽に浴びて繊維があるの分かりますよね。食物繊維たっぷりなので、ぜひ覚えておいてください。で炒め方ですけれども、もう炒めるときに説明しますので、レシピは省かしていただきますけれども、もうポイントはニンニク生姜、うまみたっぷりのもので香りを出していただいてから軸から炒めます。葉っぱを入れていただきます。今日はちょっと色合い入れるために赤ピーマンを用意してありますので、細切りに切ってあります。でお好みでナンプラーだったりお醤油、あとオイスターソース、でもハーブ塩とかでも十分美味しいと思うので、食材がいいと新鮮だとあえて調味料たくさん入れなくても美味しくいただけますので、空心菜の炒め物出来立てをぜひ召し上がってください。で2品目の冬瓜ですね。冬瓜ってご存知ですか？こういう形のものです。知ってますか？昔冬瓜ってこんな大きくって、やはり今の家庭ファミリーでは向かないサイズだったんですよね。なのできっと改良されたんですかね。なので小さいサイズ、白菜もそうですよね、小さめが出たりだとか、大根でも小さい大根とか改良されてやれてますけれども、やはりこのサイズだと4人家族だったら煮物にして、その後味噌汁ぐらいでなんとか使い切れる量なんで、大きさなので、最近よくこの形で売られております。で収穫できるのはやはり夏です。夏なんですけれども、字を見てください、冬なんですよね。冬の売りと書くんですけれども、冬の売り、どうして冬の売りって書くかと言いますと、きちんとしたいい保存状態であれば冬まで持つという意味で冬瓜という名前が付けられています。でもどうしてもね、普段ゴロゴロっとその辺に置いておくとぶつかったりとかするとそこから傷んでしまうので、わ持ってると思ったらある日突然中が腐っててパーンと弾いてタラタラタラっていうお汁が出る嫌な気分の時もあるんですけれども、まあ、なるべく夏のお野菜なので夏にいただきたいと思いますけども、冬まで持つということをぜひ覚えておいてください。で冬瓜なんですけど、ミネラル分ビタミン C が豊富です。で夏におすすめなのはどうしていいかっていうと、よく薬膳とかも言われてるんですけども、体を冷やしてくれる、体が暑い時期ですよね、体を冷やして収めたいっていう時に冬瓜をよく使われます。でナスもそうですよね。そういう形で、お野菜によって体を温めるもの、冷やすものっていうものがあります。で皮ですね、皮なんですけれども、どうしても硬いので皆さん厚く剥いちゃうと思うんですよ。でも意外と薄く、ありました、包丁で薄く剥いていただいて、少し緑が持つと一気にこう持っていただくと大丈夫かな。薄く少し皮を剥いていただく、包丁だとちょっと手が危ないと思えばピーラーで大丈夫です。ピーラーで薄く少し緑が残るかなっていうぐらいに剥いていただくと、一番お野菜って皮のところが美味しいって言いますよね。そのように、でまた薄皮のところ、また少し硬いのでそこが残っていることによって煮物をした時煮崩れ防止になります。で翡翠色っていう形で色も残りますので、もうあえてもう時間ないわと思った時は思い切り剥いてもらっても構いません。でもちょっとお時間があるとか、ピーラーがあるお家は、家庭はピーラーで剥いていてください。
手剥いていただくと、やはり茹でると中のは白い部分は柔らかくってなかなか硬くなって煮えないなって心配な方もあると思いますので、ピーラーで薄く、ごめんなさいね、こういう風にで、ピーラーってご家庭によって厚みが全然違います。なのでこれだと結構緑が抜けちゃうかな。こういう形で剥いていただきまして、このまま茹でちゃうと意外と硬いんですよ。なのでこっちしますね。一つアイデアで、よいしょ、失礼します。飾り包丁という形で見てください。見えますかね。少しトン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 、思いっきり入れなくていいです。こういう形で少し切り込みを入れていただきます。煮た時に意外とそのラインが見えてくるので、均等に入れると綺麗かもしれないですけれども、まあ、気にしなくていいです。でも急いでご飯作る時はこれを省いてもらっていいですね。もう主婦の方はもううってうなずくと思うんですよ。なんですね、だから日本料理屋さんだと絶対にこのお仕事をしてくれてます。もう若い少年というか、ね、青年たちが一生懸命皮を剥いて切り込みを入れてくれて、これで入れるんですけど、そうすると綺麗に煮上がります。それと皮は栄養がある、取りすぎない。もう一つのポイントが綿。意外と綿、ゴーヤにしてもかぼちゃにしても思いっきりスプーンでえぐっちゃったりしますよね。でも綿と種のある周りのところにすごく栄養があるので、どうしても一緒についてると煮崩れちゃったりだとかするんですけれども、それを気にしないご家庭であれば軽めにスプーンで拭っていただいて、綿少し残っててもいいです。逆にもかぼちゃだったら種のまま気にしなく煮ちゃってピッと種だけ取る勢いでもいいぐらい、綿がすごく、綿には栄養がありますので、ぜひ覚えておいてください。で、今日はこのサイズを、大きくてもいいですけども、2センチ、1.5 ぐらいのサイズで切りました。で、これはもう煮て持ってきてあるので、美味しい出来たてを冷やしてありますので、召し上がってください。このように切っていただいて、今日は冬瓜とアサリで煮てあります。少し動物性のものが入ると美味しいですし、もちろんお出汁も取ってあります。それも昆布とカツオで取ってありますね。で、食べながらこれは説明していくので、ここで話をしてだんだん長くなっていきますので、の弁だけ話させていただきますね。で、皮と綿ですね、栄養があることを覚えておいてください。で、お時間が余裕があればピーラーでして少し緑を残す、急いでるときは思いっきりむいちゃって、炒め物、煮物、意外とお味噌汁にも美味しくいただけますので、ぜひこれもアクがないというか癖がないあの食材なので、逆に言えばどんな食材でも合う、調理法にも合うっていうのをぜひ覚えておいてください。私お味噌、今日下茹で1回したんですけれども、それが少し残ってるのでサラダに入れてみようかなというふうに、周りでドレッシングで焼いたりするのも美味しいと思います。じゃあ2品終わりまして、今日はじゃがいもを用意してありますので、じゃがいもは、言いますとビタミン C とっても多く、糖質多いというイメージで、何か芋類だからって敬遠する女性があると思うんですけれども、ビタミン C たっぷりのじゃがいも。じゃがいもも九州ですともう3月ぐらいから新じゃが出ました。ずっと東京5月6月ずっと北上していって、9月になってやっと北海道で新じゃがが出ましたっていう形で、旬っていうのは1ポイントじゃないんですね。どうしても日本は長い地域なので、そういう形で、あ、もうここ東京は旬が終わったからって思わず、逆に旬を追っかけて、トウモロコシも今だんだん北海道にっていう形になっていますので、ピンポイントの旬ではないっていうのをぜひ覚えておいてください。で、そのじゃがいもを蒸してありますので、皆さんで食べたいと思います。それに合うのはバジルソースとバーニャカウダソースです。で、バジルソースなんですけど、今日朝から畑から
取ってきました。後で近づいてモサモサモサっとしてください。すっごい香りがいいです。種をまいて、なかなか今年の変な天気だったので発芽率も悪く、お水与えても全然元気にならず、なのでも梅雨明けと同時にすごい勢いで出てくれたんですね。で、1本出たとしても脇芽も出てくるので、脇芽を少し残して切っていただくと、またそこからどんどん増えてくるので、第1弾放っておくとただ背伸びだけで、なんか台風来たら1回で来たらもう倒れちゃうような勢いなんですけれども、横に広がせるっていうので、いつも時間があると切っております。で、これももう調味料、表示した通りのものを、ミキサーにかけていただいて、食べるときにまた説明しますね。とっても香りがいいの でバジルもシソ科の仲間なので、シソの香りと似てますよね。なので抗菌作用もありますし、あと、カロチン豊富ですよね。あと抗酸化作用もたっぷりとあります。で、がん予防にもいいとすごく言われていますけれども、バジル意外と使いづらいなと思うと思うんですけど、大葉と同じ考えをしてください。お刺身に添えて、抗菌作用あるみたいに食べ物がいい。なのでバジルペースト、今日作ったものを麺にあえたりだとかするともすごく美味しいと思います。またこれ おしゃべりながら、食べながらお話しさせていただきます。もう一つ、バーニャカウダソースですけれども、これはニンニクをメインにして入っています。ニンニクはだいたい関東でありましたら5月6月新玉が取れるぐらいかなっていう時期に玉ねぎが、ごめんなさい、ニンニクが収穫できます。で、収穫できたての時はやはり新玉と同じですごくみずみずしくって、切るだけでも手がちょっとヒリヒリするぐらい、あり乳化力がすごくきついので香りしますけれども、これも今回は、ゆでこぼしをしてミキサーにもう潰すだけでですね、潰していただいてもアンチョビペーストとオリーブオイルであえてぐるぐるっとあえてあるだけなので、これすごくじゃがいもに合いますのでお楽しみにしてください。それであとは今日持ってきたお野菜なんですけれども、あとは見てください、スイスチャードって分かりますか？この色鮮やかな、また切ってあるので見てください。また洗って切りますので、同じ仲間といえばほうれん草と同じ仲間と思ってください。赤坂というお野菜の属に属するものなんですけれども、意外と普段菜とも呼ばれていて、暑さにも寒さにも弱いので、育てようと思ったら通年育つ成長できるものなんですけれども、で癖が意外とないので、今日もうそのまま洗ってちょっと棒状に斜めにスライスしてバーニャカウダソースとかで食べてもらおうと思うんですけれども、茹でていただいてもいいですし、さっと炒めていただいても大丈夫です。私意外とナムルにさっと茹でてナムルにしたりだとか、でも茹でるのも面倒なのでごま油で炒めて、にんにく唐辛子っていう形でナムルの方法もとても合うと思います。で、この野菜もすごくビタミン C が多くて、やはりカロテンですよね。もう野菜、緑色野菜はカロテンで、も今の夏疲れてる髪だったり目とかにもすごくいいです。で、これも同じようにビタミン E 豊富なので、やはり共通することなんですけれども、油との相性もすごくいいので、ってください。で、ビタミン E が多いっていうことは老化防止にとても役立ちます。目にもいいしお肌にもいいしですよね。役立っていきます、ね、で、同じようにビタミン E はビタミン C の食材と組み合わせて摂るとすごく吸収が良くなりますので、でも自然とお野菜を一緒に摂っていればビタミン C をたくさん摂れますので、このように摂ってください。で、カルシウム、マグネシウム、鉄分、もうありがたいものばかりですよね。なのでぜひ、ありがとうございます、お野菜摂っていただきたいと思います。あと今日は持ってきたのが
モロヘイヤ、ちょっと意味水にちょっとさらしてなかったんですけど、モロヘイヤもどんどんこのように収穫するときに摘んでもらいます。もさもさ出てるんですね。で摘んでいただくとまた脇芽から出てくるっていう形で、我が家でも一株だけ植えてるんですけれども、もう初めこんなちっちゃいポットに入ってた枝が夏になるとこんなになっていき、そこの脇芽を取っていくとまたそこから広がって、家族一家族であったら一株あれば、なので意外とプランターでもできると思うの で意外と虫もつかないです。暑さにも強いです。なのでぬめり成分のある、モロヘイヤぜひおすすめします。それと今日は2種類のナスを持ってきたんですけど、見た目一緒ですよね。私はわかります。こちらが水ナス、こちらは通常のナスなんですけれども、水ナスはとても水分が多いので、泉の大阪の泉の方で水ナスっていうか、もう少し膨らいた感じのおナスで作られてて、お漬物にすごく向くものなんですけれども、水分量がすごく多くてアクが少ないんですね。なので水ナスが私手に入ると必ず生で食べてくる、ください。お漬物にしたらもちろん美味しいですけども、そのままスライスしてさっと、もう私だったらアク気にしないので水にさらさず食べちゃいますけど、今日はちょっとさらしましょうか。両方切り方変えるので、水ナスと通常のナスの食べ比べをしてみてください。水分量がすごく多いです。よくテレビとかでやってますよね、グッと絞ると水分が出てくるように。でちょっとやはり触ると表面も柔らかい感じになっています。で意外と水ナス、ちょっと通常のナスよりもちょっと割高なんですけれども、すごく今しか食べれないナスなので、夏場は必ず出てきます。通常のナスは通年出ていますけれども、お楽しみにください。これもスライスして皆さんに食べてもらおうと思います。こういう形でお野菜をいろいろと紹介させていただきましたので、これから試食タイムをしながらちょっと調理の話をさせてもらおうと思いますので、調理場に移ったりとかして、空心菜を炒める。でちょっと手の空いてる方で包丁に自信がある方、ナス切ってくださいそういう形で、試食の準備を進めたいと思いますので、また試食しながらゆっくりとお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。